はいどうも皆さんこんにちは、ピヨチキチャンネルアプヌシのピヨタです。さあ今回も東方一応決やっていきたいと思います。今回は、新しくね前回ゲットした、プラチナチケットでねこちらバーンとスワコ様をね仲間にいたしました。かわいい技名もねかわいいですよね。特にこれもうなんかゲットするときにすごいなんか、可愛いって思いました。ケロちゃん、雨風に負けず。進化後のスキル見てさらに笑いましたけどね。オールウェイズ冬眠できます。ただのニートの発言ですよ。オールウェイズ冬眠できますって、いつでも寝れますってことでしょ？ということでね、まあ、こちらのステージ、前回言っていたね、ステージに挑戦していきましょう。ここら辺になるとね、敵のレベルも上がってくると思うんで、いつも通りゆかり&チルのコンビ。そちらのね、二人は、もう、属性的な相性がね、合わない限りは基本的に両方とも入れます。そっちの方がね、火ダメが抑えられるんで、絶対いいと思いました。はい。てかこんな雑魚なんだから普通に迷うこともねえわ。ということでラプラスの遠い夢、なんかすごい技名だよな。改めて聞くとラプラスの遠い夢、もうラプラスって聞くとラプラスの悪魔でしたっけとポケモンしか出てこないんですけどね。懐かしいわ、ラプラス滅びの歌みたいな。まあ、違うゲームの話は置いておきましょう。でまあ、あっさりね、話してる途中に入ったんで、改めて説明。今回行くのは、地底都市最深部と、こちら。強敵の上海紅茶館ですね。で、時間があれば、エリア9に入っていきたいと思います。はい、ということで、続きをやりましょう。さて。まあ、全体的にマグマのステージですよね。見ててなんかすごいと思う。この何か。まあね、マグマのグラフィックとかも意外とね、難しそうなんですよね、見てる限り。さて、まあ、そんなこんなで、あんまり雑魚的相手にはいらなさそうですね。こういう、どう言いましょうか。ダメージを軽減させる系の技。あんまりなんか、そこまで重要ではなさそうな気がする。もう全体攻撃で、これはニトリ入れててもパッパッパーっとクリアできそうですね。今更ですけど、これクリアしたら強敵が1個出てくるんじゃないか。1個か2個とか。ああ、そこ考慮しなかったな。とりあえず強敵マークが出てきたら、それは一旦置いときます。で、改めてね、パーティー組んで、次回に挑みます。そっちの方がね、基本的にぐだらないはずなんで、よいしょ。下りは怖い。まあ、という感じで。そっか。じゃあ、ゆかり様で CT 増やすの別にフランちゃんじゃ、チルノちゃんじゃなくてもいいってことか。そういうことなら。そっかそっか。そう考えると結構万能ですよね。もうずっとなんか、チルノちゃんのバフ用のために CT50 アップ使ってましたけど。そっかそっか。よくよく考えれば攻撃にも転じられますからね。まあそう考えればって考えるのが遅いんですけども。さて、普通にクリアです。ステージクリア。まあ通常ステージぐらいのレベルなら簡単にクリアできますね。さすがに、エリア9を解放した段階でね、そんなヘマはしないと信じたいです。一番怖いのが次のね、上海紅茶館ですか。そこがね、どれくらいの難易度なのか怖いですよね。一応じゃあ、ヤクモの巣だけのバフをかけておきましょう。そのバフだけで、なんとかやっていけるかな。よし。で、ラプラスの遠い夢。からの、ブランミラージュ。OK。全体攻撃2連続で出せるのいいですよね。さすがは、ムゲツちゃんです。で、ここは、まあ一応ダメージ食らってないですけど、コールドディミニティかけときましょう。で、パーフェクトフリーズ。耐えませんか？びっくり。一応地味に攻撃アップ効いてんのかな？チルノちゃんにも。で、無限共鳴。おっと。
あれですよね、一撃で決めたいときは幻月で、全体的に雑魚処理とかをしたいなら無月って感じでね、そんな感じで回すとうまくいきそうですね。はい、まあ、うん、出てきましたね。ハートフェルトファンシー。うーわー、難しそう。とりあえず、次回に回します。で、挑んでいくのはこちら、上海紅茶館。パーティーは火に水になんで、このパーティーでいけるかなという感覚でいきます。さっき使ってた水属性パーティーですね。おー、なるほど。小悪魔、ミスチー、メーリン、パッチェさんですか。もうこれはガチでいきますよ。チルノちゃんをコールドディビニティ使って、で、全体の CT カットって、小悪魔、早っ。小悪魔、もうそこまで溜まってますか。かなりゆかり様も、全体的に CT アップ、速度アップ積んでこれですからね。そう考えるとなかなかなスピード持ってますよ、小悪魔。うーわ、早い早い。CT カット入れてるからこそ先手取れてる感じですね。で、無限共鳴。ああ、勝ち確だわ、これ。普通に敵に攻撃させることなく勝てますね。さようなら。警戒することもなかった。でも、すごい報酬。神秘の霊樹、どこで交換できるんだろう。確か、まだですよね。エクストラエリアっていう風に言ってたんで。早く交換したいな。1000個以上集まっちゃったよ。では、初めてのエリア9、異界へ続く参道、行きましょう。属性は光なんで、断りパーティーで行きましょうか。断りパーティーってしばらく使ってないから、どこにあるか忘れたぞ。断りはお断り。あれ、パーティーこんなんでいいの？しばらく使ってなかったから、編成ができてない。これでいっか。いいですよね。よし、行きましょう。断りパーティー。最近断り一色もあんまり使わないですよね。なんか、だいたい新玉で何度か鳴る感がありましたからね。新玉強い。ST じゃない、CT 回復持っててね、あれは本当に強いですね。で、霊戦もかなりの。このディスカーダーやって、単体でのね、火力が高いやつもありますし、その後連続で動けて、で、さらに全体攻撃、速度減少バフ持ちのね、全体攻撃が放てるっていう。で、まあ、ひじりさんは SP 回復。で、まあ、全体攻撃、強力なやつ。その代わりね、シールドリザード、強い。サイコグラフティー。グラフィーか、サイコグラフィー。はい、とりあえずね、こっちも、どん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 クリアをしていきましょう。最後のボスとかになると、どんだけ強いかが楽しみではありますけど、今更ですけど、あれですよね。もうエリア9ってことは、ストーリー？まあ、ストーリーって言うべきもんなんでしょうかね。通常エリアって言えばいいですか。の、ラスト近いところまで差し掛かってきてるってことですよね。随分ね、長いことやっておりますね。だいたい3日に一度投稿で、パートも70近く、65ぐらいか、になってるんでね。ここまでご視聴してくださっている方、本当にありがとうございます。でもこれは、アインソフオール。OK。この子の読み方が、確か新規だった。また訂正されると怖いからちょっとだけ名前言います。新規です。はい。新規ユーザーです。ごめんなさい。とりあえずね。どんどん通常ステージを攻略していきましょう。最近どんどん語りが下手になってる気がします。まあ、ということでね。まあ、なんのこともなく普通に雑魚敵を倒していく感じなんですけれども。いやー、やっぱり全体攻撃だと倒せない敵がね、ちらほら出てくるようになりましたよね。シールドリザードと、あとあの鎧のやつと、あと小判猫。この敵がね、威力の低めの全体攻撃だと、倒せなくなってますね。問題ですね、そこは。やっぱ全体攻撃でいけるなら、パッパッパッといきたいのがね、
本心なんで。そういうことを考えると、旗手ちゃんは、行動スピード自体は、かなり速いですけども、そこまで使えないのかな。まあ一応ね、自分で CT 回復、旗手ちゃんにね、昔使ってた頃に、何を思ったかね、1000万の銭貯めてつけたんですけどね。そこまでですよね。レベルが上がって CT 増えたら、あんまりなんか使えなくなっちゃったって感じですね。あ、SP か。もう SP と CT が混じったりするし、ごっちゃごちゃになったりもするし。まあとりあえず、旗手ちゃんは、まあこういうね、雑魚敵の処理にかなりいい感じになりますよね。あと攻撃でね、自分の攻撃上げられるっていう、単体攻撃を使って自分の攻撃を上げるっていうことができるんで、かなり強いですよね。サイコグラフィー、これでね、もう61回で上がりますからね。結構な上がり幅ですよ。はい、ということでクリアです。で、新しく死神が、なんて読むの、死神が、トンスル出現？読めないな。まあ、とりあえず、次回は、こちらですね。まず最初に、ハートフェルトファンタシー。違う、ファンシー。ハートフェルトファンシー。で、その後に、死神がトンスルでいいのかわからない出現ですね。をやっていきたいと思います。ではね、ここまでのご視聴ありがとうございました。じゃあね。